どうも、ゆみです。今日はじゃん、ハーゲンダッツクランチークランチ新発売の塩キャラメルマカダミア、これを食べてみたいと思います。めっちゃ美味しそうやん。塩キャラメルとマカダミア最強ですね。何の層になってるかって、周りがマカダミアナッツ塩キャラメルコーティングで、中身がバタースカッチアイスクリームと塩キャラメルソース。このバタースカッチアイスクリームっつうのも、ハーゲンダッツならではですよね。すごい。はぁ、クランチークランチの新作、早速食べてみようと思って買ってみました。じゃあ、開けていきたいと思います。分類はアイスクリーム。1個285キロカロリーです。まあ、ハーゲンダッツならではのね、ちょっとヘビー級なカロリーなんですけど、それも食べてしまう悪魔的な誘惑がありますね。開けていきます。じゃーん。わぁ、すごくない？マカダミアナッツがすっごいゴロゴロしてる。大きい粒が。めっちゃ美味しそうですね、もう見た目からして。あ、なんかマカダミアのいい香りがします。ハワイアンな感じ。じゃあ早速一口食べていきたいと思います。いただきます。うん。すごい。今回のクランチークランチはめちゃくちゃ周りのコーティングが分厚いです。まず美味しい。これね、普通のハーゲンダッツのマカダミアナッツとはまた全然別物です。塩キャラメルが加わることによって、で、このキャラメルソースも全体的なこの濃厚なアイスをギュッと引き立ててめっちゃ美味しい。これはね、男も女も子供も大人もみたいな、全員食べた方がいいって思う。うん、もうね、濃厚さがすごい。濃厚な中にこの塩キャラメル、塩味がちょっと効いてていいですね。バランスがやっぱり取れる。さすがハーゲンダッツ。もうね、1個285キロカロリー、そんなこと全然気にならないぐらい美味しいです。これはね、もうリピート間違いない。売ってる間は常に食べたい、それぐらい本当に美味しいです。で、濃厚だから一つですごく満足感があるので、食べ過ぎないのもいいですよね。まあ食べ過ぎなくても1個結構高カロリーだから1個でも大満足なんだけど、大きいアイスでお腹壊すよりはちょっと幸せな気持ちで、小さな幸せです、これ本当に。私今すごい幸せな気持ちです。皆さんもぜひ一度は絶対食べてみてください。今ね、全国のコンビニに売ってると思うので、売り切れないうちにね、買って食べてくださいね。ナッツがさ、すごいゴロゴロしてるのもいいですよね。ナッツ好き女子、キャラメル好き女子、まあ女子に限らず男子もぜひ一度は食べてほしい商品です。今日は、ハーゲンダッツクランチークランチ塩キャラメルマカダミアを紹介しました。みんなも食べてみてね。それではまたね。バイバイ。